ただいまから北海道とクールジャパン機構の業務連携に関する覚書の締結式を執り行います。司会を務めさせていただきます。私は同経済部国際経済室の三井と申します。この度の業務連携はアジアを魅了するさまざまな地域資源を有する北海道と世界におけるジャパンブランドの価値向上を目指すクールジャパン機構が連携して道内各地の魅力を丸ごと世界に発信するクール北海道の取り組みを推し進め、道内事業者による北海道初のクールジャパンモデルの実現を目指すものでございます。それでは本日の出席者をご紹介させていただきます。クールジャパン機構社長の太田信之様です。こんにちは。同じくクールジャパン機構専務執行役員の小糸正樹様でございます。この度の覚書締結に向けましてご支援賜りました北海道経済産業局長の秋葉秀子様に立会人としてご同席いただいております。よろしくお願いします。それでは早速ではございますが業務連携の覚書を締結いたします。太田社長と高橋、お手元の書類にご署名をお願いいたします。最初に高橋氏お願いいたします。はい、じゃあ新調申し上げございます。私からさせていただきます。クールジャパン機構太田社長に向かってはお忙しい中、この覚書締結のために北海道まで、そして道庁までご支援いただき本当にありがとうございます。今社長様との間で業務提携に関する覚書を署名をさせていただきました。立ち会いをしていただきました、秋葉経済産業局長にも心から御礼を申し上げる次第であります。私ども北海道、今雪にいっぱいありますが、大通りの方では雪祭りの準備が鋭意進められています。この北海道のブランドというものがアジアに対して高い発信力を持っているというふうに私ども自身が認識するだけではなくて自他ともに認める状況になってきているというふうに認識することであり、現に私ども北海道に対する外国人の観光客の方々が新千歳空港を利用して来られた方だけでももう30万人を超えておられて、当然その国内空港を経由した方々も含めますと、まだまださらなる上積みもあると想像される中で、大変海外からの関心が高まってきている状況が、こういったいろいろなことが示しているというふうに考えているところであります。で、こうした動きを確実にさらなるビジネスチャンスの拡大に結びつけていくことは大変重要だと私も思います。特に ASEAN をターゲットとしてもっともっと北海道の魅力強みを発信をしていきたいということでクール北海道の推進をしてまいってきたところがある。そのキックオフの時に小糸専務にもお越しいただいたことがありがとうございました。そしてですね、今回こういった形でクールジャパン機構様の2人とも連携についてのご要求締結をさせていただいたこと、本当にありがたく嬉しく思う次第であります。今国が進めておられるローカル版クールジャパンの先駆けとして全国の自治体の中で初めて機構からお選びをいただいた提携策であるというふうに認識をするところでございまして、私どもといたしましてはこういったご要求一つの大きなきっかけとしてさらにアセアを中心に取り込んでいきたいと考えているでございますし、またそういったことを通じて日本国全体のクールジャパン戦略にも貢献をさせていただきたいというふうに考える次第であります。ベトナムでのプロジェクトをはじめとして一つ一つ具体的な取り組みをぜひ機構の力もいただきながらしっかり進めていきたいというふうに思います。本日は本当にありがとうございました。